今日はつむぐの12オンスのデニムをご紹介したいと思います。後半はつむぐだけではなくてベリテクールのデニムも紹介できたらいいなと思います。ではまずこちらです。シルエット可愛いのでいかがですかね。春になる と、デニムがすごく履きたくなるんですよね。恋しくなりますよね。でこちらのデニムですけれども、ステッチがまず可愛いです。ステッチの色わかりますかね。はい、それから裾に向かってのテーパードシルエットと、股下ちょっとだけ深いです。ですのでお尻のデザインも可愛くちょっとこうタポッとした感じになり、裾に向かって、スリムになっていくようなイメージになります。せっかくなのでトップスはちょっとショート丈の方がおすすめです。次は薄いカラーの方のデニムを履いてみました。こちらもグレーのロングシャツとかと合わせても可愛いですよね。ステッチがベージュのステッチに入っている可愛いホワイトデニムのパンツに合わせて、ステッチと同じような色合いの、ニットを合わせてみました。ストレートのデニムのご紹介です。こちらのデニムは後ろのポケットと前のポケット、先ほどご紹介したのとは、全然違うポケットになるのでデザインが違うので見え方もだいぶ変わってきます。それから同じデニムといっても、ストレートなのかスリムなのか、それとも、少し裾がつぼまっているテーパードシルエットなのか、これで全然見え方が違ってくるのでスタイリングをするときにちょっとだけ気をつけてスタイリングをしてみてください。トップスにニットをサクッと着てみました。こちらのニットがまたまたカットソーの T シャツみたいな使い方ができて暖かいのでおすすめです。あと色が可愛いですね。